おさむ S さん、シーバスのシーズナルパターンを学ぶには何がおすすめでしょうか。なんだろうな、オヌマンチャンネルでも見とけばいいんじゃないですかねって最初に思いましたけど、まあ、一番スタンダードなとこなんで、でもやっぱり結局現場に通わないと当てはまんないんですよ。全部が当てはまるわけでもないし、だから現場に行って徹底的に釣り込んでる人ですよね。で、シーズナルパターンもずれるので、これまた難しいんですよね。でずれる中でこう、かなりの上級者でも、今年はおかしい、今年はおかしいって言いがちなんですが、おかしいのは俺たちの方で、自然が正しいって思ってないとダメですよね。だから、まあ、ずれる理由があるんですよ。やっぱ気温が高いとか、雨が降ってないとか、そういうので、そういうのに対応していくのもまたね、うまい釣り人なんで、そのシーズン、まあ、毎回毎回新しいシーズン、と思って挑んでるとなんとなく最大公約数っていうのがシーズナルパターンかなって思いますかね。